お疲れ様です。今回はリファイトクラブの外からお知らせになります。来る10月1日なんですけども、私キックボクシングの試合にやっと出ることになりました。それで入場料も払ってですね、私のエントリー費も払って3万3000円だったんですけども、もうあとはね、自分のコンディションを整えるだけになってきましたけども、なんか応援に行きたいっていう方がいらっしゃるんですよね、私の試合ので。応援に来てくださるのは非常にありがたいんですけども、場所と費用の件についてまだお話できてませんでした。場所はですね、ちょっと動画概要欄に貼っときます。すいません、場所は動画概要欄でございます。それでですね、東京の品川区になると思いますね。目黒かと思ったんですけど、まあ隣ですからそんなに大きくは違わないと思いますけども、あとはね、入場料なんですけども、実は入場料がかかります。で、私試合にエントリーして3万3000円払ったと言いましたけども、入場のためのチケットがね、6枚いただけてるんですよ。6枚を、まあ基本的には1人5000円あたりで売るっていう形で、まあ私もね、出場者としてプラス、集客もしろってことなんだと思いますけども、まあ私ね、今回初めてということもありますんで、この6枚のチケット手売りすることがなかなか余裕がないんですよ。ですんで、この動画をご覧の皆様でぜひね、お気づきの方とか応援に来たいよって方はね、ちょっと6枚をもう無償でお分けしますので、ぜひね、私の試合を見に来てください。試合は10月1日の夕方5時以降になると思いますけども、詳細はまだね、追ってお知らせすることになると思います。もしくは直前にでも私の方に、お電話なりメールをください。そうすると回答できると思います。で、当日はですね、私の友人の東京でネットビジネスをもう10年以上している小野田総はじめさん、小野里さんですね、 YouTube チャンネルも盛んで私のことも取り上げていただいてるんですけども、小野里さんにも来ていただこうかなと思いまして、小野里さんのチケットを1枚確保しましたんで、残りは5枚になります。メールで、ちょっと確保しといてっていう方はね、当日ドタキャンで来なくてもいいですから、とりあえず連絡ください。5枚を私はね、さばける自信はあまりありません。で、全部残る可能性もありますけども、そういう感じなんでね、もしよろしかったら、お時間お手すきでしたらね、見に来ていただければと思います。で、当日その試合が終わった後ね、多分私はもうそのまま倒れ込むと思いますんで、多分その後ね、なんか何かができるかどうか、オフ会ができるかどうか全く分かりませんし、できない可能性が非常に強いんですけども、一応その晩は泊まって翌日朝広島に帰る予定でございます。もし皆さんがね、お時間と元気がよろしくって、私がねノックダウンでもう病院送りになっていなければ、少しでもね、その後お時間を取りたいと思いますので、一応責任は持てませんけども、その後のオフ会があるかもねと思っておいてください。それではお疲れ様でございます。連絡お待ちしております。よろしくお願いします。